はい、今日は隼人君が前田道場、はい、前田道場入門ということで、はい、やってきました。やってきました。チャンピオンに空手をね、はい、習おうと思いまして、はい、で桜井君は私と同じ同郷、はい、鹿児島っていうことで、はい、でしかも高校生まで中学校まで小6ぐらいまで空手をやって、野球に甲子園球児になり、で黒帯を取ってないことに気づき、高3が、野球が終わってから、あ、終わって3年生で黒帯を取り直した。おー、だから それ以来よくさ道着持ってたよね。本当に倉庫に引っ張り出しましたよよくあったなと思って。本当だよね。いや、これは、いつかなんか使えるんじゃないかと。でも、まさに、今日、はい、まずさ、はい、隼人くんがどれぐらい空手できるのか、はい、まずは基本的な正拳突きから一緒にやってみましょうか。はい、はい、じゃあまず不動立ちになってはい、拳に振って、はい、はい、じゃあ正拳中段突き、はい、はい、じゃあ10回するので、はい、私が1、2っていうたびに気合い入れてください。さあ、はい、はい、いきます。Ha ha ha!
げえ。やっぱすげえ。肩やろ。肩。やりましょう。肩できるって言って。ちょっと待って。休憩。